そして次ですけれども、特殊詐欺被害の防止についてです。令和5年度の特殊詐欺被害ですが、発生件数で2649件、被害額は約36億940万円と過去最多になっています。発生件数は過去最多です。特殊詐欺の被害者の 85% が65歳以上の高齢者の方になっています。大阪府の被害件数ありますけれども、令和元年は1800件で、令和2年度、これはコロナで、その外に出るという機会がぐっと減りましたから、ぐっと下がりましたけれども、まあ、そこで1100件、そこからその後はもう右肩上がりになってきています。そして、令和5年度、速報値ですけれども、2649件ということで、過去最多の件数になっています。被害金額もですね、非常に多くて、大阪府でいくと毎日1000万円の被害に遭っているという状況でもあります。今日も1000万円、明日も1000万円。平均すれば毎日1000万円の被害が生じているという状況です。で、還付金作業をはじめとしてですね、中身とすれば電話で指示をして ATM を操作させるというケースが非常に多いということです。また全国もですね、の被害件数も、右肩上がりで増えていっているという状況です。大阪府の手口、速報値で一番多いのは還付金詐欺になります。その次に多いのが架空金、架空料金の請求詐欺。この還付金詐欺と架空料金請求詐欺でも半数以上を占めているというのが実態です。被害を防ぐポイントですけれども、役所とか税務署とか年金事務所等々ですね、公的機関の名を、偽って、そして、保険料が返ってきますといった電話がかかってくる場合が多いですが、それはもう信用しないでください。役所や税務署、年金事務所など公的機関がですね、電話してきて保険料が返ってきますということはありませんので、それはもう詐欺です。その電話がかかってきても信用しない。これは非常に注意をしてください。そしてもしそういった電話があれば、もう一人で判断するんではなくて、一旦電話を切って警察とか、あるいは家族とか身近な人に相談をしてもらえたらと思います。そこで詐欺に気づけば詐欺の被害に遭わないで済むということになります。誰かと相談するということが非常に大切になります。またその最初は一本の電話から始まりますので、そもそもその最初にかかってくる電話、自宅の固定電話が多いんですが、その固定電話に自動録音機能、これからこれは録音しますというような自動録音機能、アナウンス機能であったり、あるいは着信拒否の機能であったり、あるいは防災機能付きのものに交換をしていただけたらと思います。自宅の固定電話を防犯機能付き、あるいは自動録音機能付きのものに変更をしてもらえたらと思います。交換、その交換のための補助制度も大阪府は準備をしておりますので、これは市町村と共同の事業になりますので、全ての市町村がやっているというわけではありませんが、大阪府と市町村が共同してこの10分の10の補助を実施しておりますから、上限はありますけれども10分の10の補助をしていますので、この自宅の固定電話で最初ですね、これは録音させていただきますというのがあると、その段階で犯人は電話を切り、そのまま続けるということはあまりないということですから、最初の入り口の部分を防ぐということも非常に重要だと思います。そしてこういった特殊詐欺が非常に多いということを、我々大阪府としても府警と協力してどんどん広げて周知をしていきたいというふうに思っています。ですので、ターゲティング広告による周知啓発をこの度行います。 YouTube を利用した府内在住の65歳以上の高齢者を対象としまして、詐欺の危険が身近にあるということの啓発を行います。防犯機能付き電話の設置を推奨します。YouTube を65歳以上の人は利用しないんじゃないのと思われるかもしれませんけれども、大阪府で分析しますと、約300万人いらっしゃる高齢者の中のうち100万人弱の方はこの YouTube を見られているという状況でもあります。そしてこの YouTube の場合はですね、ターゲティング広告等可能でありますので、集中したターゲティング広告を実施をいたします。またこの YouTube チャンネルについて、大阪府警の YouTube チャンネルでもあります、アンマチ公式チャンネルでもやってますので、大阪府外の方も
見ることができるというものになります。スキップ機能がついてない15秒の YouTube のこの動画ですね、啓発動画広告、これを約288万回再生を配信をさせていただきます。YouTube の利用者ですけれども、府内の高齢者が約238万人おられる中で、約96万人の高齢者の方が YouTube を利用しているという計算にもなりますので、そういった方々にですね、この288万回配信すること、かなり短期的に集中的に配信することによって、特殊詐欺がこういうことで起きているんです、そしてそれを注意してくださいという周知をですね行っていきます。参考に、この周知啓発の動画がありますので見ていただきたいと思いますが、実施期間として5月29日から7月31日までの間に、このターゲティング広告を配信いたします。これには政策として芸術学院専門学校の皆さんにご協力いただきましてありがとうございます。そして撮影協力として劇団大阪シニア演劇大学の皆さんにご協力いただきました。重ねてお礼を申し上げます。 ATM でですね、 ATM の前で携帯電話を使っている人が見かけたら、ぜひ皆さんも声かけをしてもらえたらなと。 ATM の前で携帯電話を使いながら喋って操作している高齢者の方を見かけたら、ちょっと特殊詐欺に引っかかってないですかという声かけをぜひしてもらえたらなと、思います。ちょっと動画を見ていただけたらと思います。これは15秒間ということで、スキップできない広告の配信をさせていただきます。まだまだ情報量は少ないと思われるかもしれませんけど、まずこれをきっかけとして、より多くの人にですね、特殊詐欺、この固定電話がかかってきて危険ですよということを知ってもらえたらなと思います。そしてそれをきっかけに、じゃあ自分の自宅の固定電話も交換しようかと、そして自分の市町にはそういった交換の補助があるかというのを知ってもらえたら、よりスムーズかというふうにも思いますので、またそういった市町で支援事業がなくともですね、やはりその詐欺被害に遭うと金額非常に大きいですから、そういった意味ではこの固定電話の防犯機能強化をぜひお願いをしたいと思います。はい、私からは以上です。